カムスターマヤです。今回のフィリピン語講座では感情を表す表現を教えたいなと思ってます。では始めます。では単語の紹介と説明をしたいなと思ってます。では行きますよ。はい、マサヤ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 っていうのは嬉しいっていうことですね。前には習ったことがあるんです。はい、マサヤです。私は嬉しいって言った時はマサヤアコです。マサヤアコですね。で、マサヤの未来形はササヤです。ササヤです。ササヤっていうのは嬉しくなるって意味なんですよ。いいですか。マサヤアコ、私は嬉しい。ササヤアコ、私は嬉しくなりますって意味です。いいですか。はい、次はマルンコですね。マルンコです。マルンコです。マルンコっていうのは悲しいって意味なんですよ。悲しいの未来形です。いいですか。マルンコです。で、現在形と現在進行形はナルルンコです。ナルルンコ、ナルルンコです。ナルルンコアコです。私は悲しんでいますって意味です。ですか。で、過去形はナルンコです。ナルンコです。ナルンコ、私は悲しくなった、私は悲しかったって意味なんです。いいですか。もう一回読みます。マルンコアコ、私は悲しい、私は悲しくなるって意味なんです。ナルルンコアコ、私は悲しんでいます。ナルンコアコ、私は悲しかったです。はい。で、普通に私は今悲しいですって言いたいときはマルンコアコだけでいいんですよ。これはちょっと長いのでこれも言ってもいいんですけど、会話の時は、マルンコアコだけでも大丈夫です。いいですか。はい、次はイリタ。イリタっていうのは名詞って書いてありますね。イライラっていう意味なんですよ。イリタ、イリタです。イリタの未来形はマイイリタですね。マイイリタです。マイイリタです。私はイライラするだろうというのはマイイリタアコ、マイイリタアコです。で、私は今イライラしていますって言いたい時はナイイリタアコ、ナイイリタアコです。ナイイリタアコです。で、私はイライラをしました、ナイリタアコです。ナイリタアコです。もう一回読みます。マイイリタアコ、ナイイリタアコ、そしてナイリタアコです。はい、次はイニップです。イニップ、イニップというのは退屈のことです。イニップですね。未来形はマイイニップアコ、マイイニップアコ、マイイニップアコです。で、現在形または現在進行形はナイイニップアコ、ナイイニップアコです。で、過去形はナイニップアコです。ナイニップアコです。はい、もう一回読みます。マイイニップアコ、ナイイニップアコ、ナイニップアコです。はい、次はタコット。タコット。タコットっていうのは怖いって意味なんです。タコットです。未来形はマタタコットアコ、マタタコットアコです。マタタコットアコです。で、現在形または現在進行形はナタタコアコ、ナタタコアコです。で、これもタコだけでもいいんですよ。会話の時はタコアコ、私は怖いって意味です。ナタタコアコと同じ意味ですね、会話になると。で、ナタコアコ、ナタコアコ
なたこあこは私は怖かったです。またたこあこ、なたたこあこ、なたこあこです。はい、次は私の好きな言葉なんです。キリグ、キリグ、キリグというのはドキドキする、キンキンするですね、心が。はい、キリグという意味です。多分今年でこのキリという言葉は Oxford Dictionary、Oxford の辞書に新しい英単語として入ったんですね。入れることになりました。追加することになったんです。はい、じゃあキリはキュンキュンする、ドキドキするって意味なんです。はい、で未来形はキキリギンアコ、キキリギンアコです。で現在形、現在進行形はキニキリグアコ、キニキリグアコ。で過去形はキニリグアコ、キニリグアコ。もう一回読みます。キキリギンアコ、キキリギンアコ、キニキリグアコ、キニキリグアコ、キにりあこ、きにりあこです。いいですか。はい、次はバゴッです。バゴッ、バゴッも退屈って意味です。イニプと同じですね。バゴッです。未来形、現在形と過去形ですね。まばばゴッあこ、まばばゴッあこ、なばばゴッあこ、なばばゴッあこ、なばゴッあこ、なばゴッあこです。まばばゴッあこ、なばばゴッあこ、なばゴッあこ。もう一回読みます。まばばゴッあこ、なばばゴッあこ。最後はなばゴッあこです。退屈って意味です。いいですか。はい、次はサタンですね。ドキ、気づく、ハッドですね。気づきました、待ってます。はい、マササタンアコ、マササタンアコ。傷つけるですね。傷つける、多分大丈夫。傷つく、あ、気づくじゃなくて傷つくですね。はい、まささったんあこ、私は傷つけます。いいですか。まささったんあこ、まささったんあこです。で現在形、現在進行形はなささったんあこ、なささったんあこ、私は傷ついています。で過去形はなさったんあこ、傷ついた、なさったんあこです。もう一回読みますよ。まささったんあこ、なささったんあこ、なさったんあこです。いいですか。はい、次いきますよ。インギット、インギット、インギットっていうのは羨ましい、嫉妬のことですよ。まあ羨ましいの方が適当な意味からですね。インギットですね。あ、でも嫉妬も使います。はい、インギットです。で、インギットの未来形はまいインギット、まいインギット、まいインギットです。いいですか。で、現在形、現在進行形はなイインギット、なイインギットです。で、過去形はなインギット、なインギットです。もう一回読みます。まいインギッアコ、私はうらやましくなるだろう。なイインギッアコ、私はうらやましい。なインギッアコ、私はうらやましかったです。次は、ひや、ひや、ひやっていうのは恥っていう意味なんですよ。で、まひひやアコは、私は恥ずかしくなるっていう意味です。まひひやあこ、まひひやあこです。で現在形はなひひやあこ、なひひやあこです。私は恥ずかしいです。でなひやあこ
なひやあこというのは、私は恥ずかしかったです。はい、もう一回読みます。まひひやあこ、なひひやあこ、なひやあこです。次は、混乱する、頭が混乱すると、英語では、confuse のことですね。はい、まりりとあこ、まりりとあこです。私を混乱する、頭を混乱する。って意味からですね。私は困るって意味もありますね。はい、まりりとあこです。で、現在形または現在進行形はなりりとあこ、なりりとあこです。で、最後過去形はなりとあこ、なりとあこです。もう一回読みます。まりりとあこ、なりりとあこ、そしてなりとあこです。まだ多いんです。あと7個ぐらいあるかな。です。もう一回。次。はい。後悔する。regret のことですね。後悔するですね。mag, see, 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 あこ。私は後悔するだろう。はい。mag, see, 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 あこです。で、現在進行形、または現在形は、なぐ、し、し、し、あこです。なぐ、し、し、し、あこです。で、最後、過去形は、なぐ、し、し、あこ。なぐ、し、し、あこです。ここは、まぐ、なぐ、まぐとなぐの違いです。で、なぐ、し、し、しとなぐ、し、しの違いは、しはここ3つあって、ここは2つだけ。多分ちょっと覚えにくいかなですね。もう一回ですよ。後悔するでしょう。マグシーシーシーアコ、後悔しています。ナグシーシーシーアコ、後悔しました。ナグシーシーアコです。私にも発音が難しいです。はい、次はマヒラ。マヒラ。マヒラというのは貧乏という意味もあるんですけど、ここの場合は大変または難しいのことですね。マヒラプです。で、マヒラプの現在形じゃなくて、未来形はマヒヒラパンアコ、マヒヒラパンアコです。で、現在形はナヒヒラパンアコ、ナヒヒラパンアコ。で、次は過去形はナヒラパンアコ。なひらぱんあこです。まひひらぱんあこ、なひひらぱんあこ、なひらぱんあこです。大変でしょ？大変です。大変でした。です。いいですか？困ってます。困りました。と困るだろうって意味なんですね。同じ意味なんですよ。はい、次は、セロスです。セロスは嫉妬のことですね。jealous って言うんですね。英語になると。jealous です。で、未来形は、mag, se, se, los, a, co。mag, se, se, los, a, co。私は嫉妬するでしょう。で、現在進行形は、nag, se, se, los, a, co。nag, se, se, los, a, co。です。で、過去形は、nag, se, los, a, co。nag, se, los, a, co。はい、もう一回読みます。マグセセロスアコ、ナグセセロスアコ、そしてナグセロスアコです。はい、次はパゴッです。パゴッ。パゴッは疲れるって意味なんですね。未来形はマパパゴッアコ、マパパゴッアコ、マパパゴッアコです。で、現在進行形はなぱぱごとあこ、なぱぱごとあこ。で、会話するときはなぱぱごとあこっていうのはちょっとなんかめんどくさくないですか、長いから。なので、なぱぱごとじゃなくてぱごとあこだけ言ってもいいんですよ。例えば私は今疲れてるって言いたいときはぱごとあこだけでいいです。なぱぱごとあこじゃなくても OK です。いいですか。で、過去形はなぱごとあこです。なぱごとあこ。なぱごとあこです。もう一回読みます。
mapapagod ako, napapagod ako, そして napagod ako です。最後の二つです。はい、長いですね。はい、galit、galit、galit は怒っているって意味なんですよ。angry、angry のことです。galit ですね。はい、galit の未来形は magagalit ako、magagalit ako です。で、現在形または現在進行形というのは nagagalit ako、nagagalit ako です。で、最後は過去形はnagalit ako、 nagalit ako です。もう一回ですよ。 magagalit ako、 nagagalit ako、 そして nagalit ako、 この場合も galit ako だけでもいいんです。私は今怒ってるよって言いたいときは galit ako だけでも OK です。いいですか。 nagagalit ako じゃなくても大丈夫です。現在、今の気持ちを表すときですね。短いし言いやすいんですよ、これよりも。はい、でやっと最後に来ました。最後はイニスです。イニスはさっきのイリタと同じ意味なんですよ。私はイライラしてる、鬱陶しいな気持ちですね。イニス、イニスです。マイイニスアコ、マイイニスアコですが、あれですね、未来形で、現在形または現在進行形はナイイニスアコ、ナイイニスアコです。で、最後は過去形、ナイニスアコ、ナイニスアコです。もう一回ですよ。マイイニスアコ、ナイイニスアコ、ナイニスアコです。では今回のフィリピン語のレッスンはここまでにします。とても長くて退屈になりましたか？はい、質問とか他に習いたいこととかがあればぜひ下のコメントのボックスに書いてください。また次のビジョでパイランパ、マガダンガベ。